こんにちは。今回は復刻した本格的お試しイベント名城戦線の進め方について。イベントの参加は、イベント一覧から参加できます。イベント NPC はいません。それから、前回と違い試練任務が超簡単になっています。クリアと元素反応を規定回数を超すだけです。それから、最大ダメージなどが保存されるようになりました。突数はともかく、お試しイベントだからできたことなのかな。はい、初日の任務の感じだととりあえず試練に挑戦して、指定の元素反応を20回起こしてクリアすれば報酬はすべて取れます。はい、クリアまでの進め方ですが、3個の赤い試練をクリアすると機械の道が開けてそこでボスを倒してクリア。クリア優先ならその3つだけクリアでいいと思います。それから、武器と生物もお試しとなっております。突数はプレイヤー依存です。それから、元素共鳴も発生しません。今回で言えば水共鳴と雷共鳴が起きる編成ですが、共鳴は起きていないので、注意が必要です。はい、3つのチェックポイントをクリアするんですが、目印は前方に見えているように赤い閃光が空を突き抜けています。あと、英語というか記号みたいなやつが表示されていますね。剣のマークをクリアすれば知脈異常強化、金色のやつは回復だっけ。まあ、初日の内容だと必要ありませんでした。適宜使用しましょう。はい、クリアしました。これをあと2回繰り返します。先ほども言った通り、空を見上げていると赤い柱があるので大体の位置がわかります。現在の画面だと左前に赤い光がありますね。そこへ向かいます。ということで、こんな感じで3個クリアします。カット。3個クリアしたら、目的地が表示されるのでそこへ向かえばいいです。はい、ボスを倒せばクリアです。最後にもう一度前回との変更点は2つあって、1つは試練前に対象キャラクターが変更。2つ目は、前回は1試練6個くらい条件がありましたが、初日の感じだとクリアと元素反応の2つだけの模様。という感じかな。昨日動画出した時に、めんどくさかったってコメントあったから、それを聞いての内容なんだろうか。はい、ということでここで終わります。ここまでご視聴ありがとうございました。